his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Baksana. V が目覚めた。V has come to.赤泉、赤泉、聞こえてますね。声がうまく出せませんか。首は動かせますか。聞こえていたらうなずいてください。上を向いてください。
では、どうですか？話せますか？あなたの名前は？生年月日は？覚えていますか？どうも。それで？ああ、落ち着いてください。焦ることはありません。あなたにお話があります。いいですか？どうか、落ち着いて。あなたはずっと昏睡状態だった。ええ、分かってます。どれくらいの長さか？あなたが眠っていたのは9年です。まずい！のそこま！のそこま！のそこま！ナース！大丈夫？大丈夫？落ち着いて！落ち着いて！そう！大丈夫です。大丈夫です。そうです。休んで。気分はどうですか？あなたが覚醒してから1週間。今日は体を起こしてみましょう。ナース。大丈夫。筋力は衰えていますが、昏睡中もマッサージや CPM に加えて筋肉保持の EMS を続けていました。さて、これからあなたの状況を説明します。落ち着いて聞いてください。あなたは9年前重傷を負いました。大きな爆発で救出された時、あなたの体には108個の破片が刺さった状態でした。金属片だけではなく、人の骨や歯までもが体内から摘出されたと。ほとんどは取り除かれました。ですが一部の破片はまだ残っています。それらはつまりあなたの心臓近くと頭部のものです。こっちを。頭部の破片は大脳皮質の奥にまで達していました。金属の破片もあるので MRI は使えませんでした。がこれを無理に抜くと脳内出血を起こし、おそらく死に至るでしょう。記憶障害や機能障害、それは残ります。といってもこのままでも生命に危険はありません。もう一つ、これが今のあなた、あなたの姿です。実際に見てください。遅かれ早かれいつかは受け入れないと。気持ちはわかります。ですが自分の腕を自分の目で確かめてください。勇気を。のそこま、のそこま、落ち着いてください。落ち着いて、落ち着きましょう。大丈夫です。大丈夫、大丈夫ですね。大丈夫。そうそうです。形成手術はまだ体力的に無理です。いや、
彼が覚醒したことが漏れてしまった。急がないと。患者が危険だ。オペの準備をしてくれ。オペの準備をするんだ。そう、あなたの覚醒を望まない者もいる。死んだはずのあなたが生きている。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。そうでないと生き残ることはできないのです。あなたを広い世界に出す前にやらなければならないことがあります。あなたの顔を作り変えます。そうするしかない。どんな顔にしますか？いいでしょう。では包帯を取ります。顔の傷は大丈夫です。実を言うと、この包帯はあなたの命を狙うものからあなたを守るためにしていたものです。今後はエイハブと名乗ってください。名前も過去も全て忘れてください。これは今日までのあなたです。明日にはあなたの幽霊ファントムとなる。
さあ、エハブ、ここから逃げよう。あの女はどうした？女？俺たちが火をつけて窓から落ちたよ。お前は誰だ？俺か。俺はお前だ。9年お前を見守ったイシュムエルと呼んでくれ。どうなってるんだ？やっと話せるようになってきたな。世界中があんたを殺そうと。さあ早く、ここはもうすぐ催しよう。動けないか。よし、じゃあこれでどうだ。強靭剤だ。じきに歩けるようになる。ついてこい。非常階段で行こう。Thank you.
脅してる。次からは自分で乗せよ。安全な場所に身を隠して治療するんだ。おい、見ろあれ。今のうちだ。
逃げてきた。よく探せ。来い、こっちだ。
つかる。下に紛れていこう。うつ伏せになれ。匍匐で移動するんだ。Thank you.
怪我かもね。止まって手当てしろ。止まるんだ。